パナマ事件の風刺がパナマ運河義国、またはパナマ事件とは、フランス第三共和成果で起きたパナマ運河建設会社の破綻と、それに橋を発した義国事件である。1879年、フェルディナンド・レセプスは、ギュスターブ・エッフェルラの協力を得て、パナマ運河会社を設立し、パナマ運河の建設に着手した。詳細は、1882年のパリブルズ暴落。 および、ブーランジェ将軍事件を参照しかし難工事、大熱病、放慢経営により工事は中断された。1888年には政府の許可を得て宝くじ付き債券を発行し資金を賄ったが、翌年には破綻が宣告された。政府は工事を続行するために新会社を設立して運河会社の生産を進め、1890年には コロンビアとの契約が更新された。1892年には生産処理方針が決まり、約80万人の一般国民が買った債券は、紙切れとなった。同じ1892年、宝くじ付き債券許可に絡み、ジョルジュ・クレマンソーラ多数の大臣が、運河会社から賄賂を受けていたと新聞が報じた。続いて、レオンブルジョアラ6人の大臣を含む510人の政治家が、 運河会社の破産状態を公表しない見返りに収賄したとして告訴された。しかし政治家は前回発大臣が有罪判決を受けただけで大多数が無罪となった。議会にも調査委員会が設けられ104人が収賄したとされたが彼らは結局訴追されなかった。また、レセプスとその息子及びエーフフェルが背任詐欺の罪で訴えられ有罪判決を受けたが 上訴審では、無罪となった。レセップスは、精神作乱の末1894年に病死した。贈賄工作に直接関わったのは、財務顧問のジャック・ド・レーナック男爵と、コルネリウス・エルツで、レーナックは右派を、エルツは旧進派を担当していた。しかし二人の対立から、レーナックは、贈賄先リストを反ユダヤの新聞、ラ・リーブル・パロール紙に持ち込んで、 事件発覚のきっかけを作り、その後自殺した。エルツらはイギリスに逃亡した。二人はいずれもドイツ系ユダヤ人であったことから、国粋、反ユダヤ主義的新聞はこれを利用して、大衆の反ユダヤ感情を煽り立て、それが、ドレフィス事件につながったとも言われる。クレマンソーは、エルツと関係があったため1893年の選挙で敗れ、一旦政界から身を引いた。 この事件により三内閣が倒れ、大衆の政治家不信に火をつけた。ありがとうございます。